It all starts here. This is Roland Hagenberg in Kyoto. I recently produced a special edition of Mini International magazine on this former imperial city. Here are some of the people I introduced. ここに来ると家で食べれないものがあって、でもよそで食べれないもので元気も刺激ももらって帰れるのでよく来ます。 ここへ来たのが昭和40年。だから今から43年前になります。お金なんかじゃない。自分の心の中にあるものを求める、そういう感じる時間の家庭環境、職場を、本を作ってほしいということ。いろんな上り道があるけれども、求める頂上は同じだということ。東京のアーティストはソフィスティケートされてて、コマーシャル。 大阪のアーティストはダウントゥーアースでファンキーで、京都のアーティストはトラディショナルでアーバンガイド。このような風景を京都では路地と言います。こういった小さい道からこう大きい道へつながっている、京都独特の風景です。これは地下足袋と言いまして、日本の伝統的なワーク靴ですね。 独特のプロポーションですごくクールなものです。京都は僕にとっては生まれた場所で育った場所だから好きだっていうのもあるんですけども、古いものと新しいものがミックスされていて、面白い文化を作ってると思います。ありがとうございました。